強くなったようだ。さすがね、すごいじゃない。はあ、やあ、これで消えてやる。
るじゃない。これで決めてやる。これで決めるわ。これで決めてやる。これとデスバイスピアーシンク。デスバイスピアーシング。
てやる。やーはっやーやーサーバーカッパリーム。これで決めてやる。これで決めてやる。
うしたんだ。他にいい品を揃えて待ってるよ。メッセージが届いてたわね。なあアスナ、腹減らないか？そうだね、どこかに食べに行こうか。私行きたいお店があるんだ。よし、そうしよう。キリトさんにアスナさん。やあ、キリトたちもここで食事か？そうだよ、ここはクーとラインでも美味しいって評判のお店なんだ。僕たちもさっき別のプレイヤーさんに教えてもらって来てみたんですよ。だが評判なだけあって席が全然空いてないな。二人とも相席でもいいか？はい、もちろんだ。とも断る理由などないからな。座ってくれ。ありがとう。くったくった。もうキリト君、お腹なんか叩いておじさん臭いよ。いやでも美味しいもん食べた後はこうしたくなるだろ。わかります。それムードも何もあったもんじゃないよね。ねえ黒雪さん。そうだな。ムード、なんだそれ。どういう意味なんだ？僕にもよくわかりません。これが男の子と女の子の価値観の相違ってやつか。アスナ、気持ちはわかるぞ。ごめん、全然わからない。女の子にとってはね、たとえこんな風に日常の一コマであっても、男の子とお出かけするときはデートなの。ちなみに今回みたいな偶然の時だって私はダブルデートだって思ってるんだから。な、何？ダブル、デート？春雪くんもその気はほとんどなかったようだな。黒雪さん、そうやって仏の顔で許しちゃダメだよ。男の子はそれで許されるって勘違いしちゃうんだから。ここに悪い霊がいます。すみません。女の子はただ食事に出かけるときにだって普段よりも綺麗にっておしゃれに気を使ってるんだからね。春雪くんもちゃんとそういうところを気づいてあげなきゃ、黒雪さんがかわいそうだよ。はい、勉強になります。うん、よろしい。アスナ、ありがとう。私も勉強になるよ。いえいえ、どういたしまして。
腕が上手い。お前の力を見せつけるのです。心配ない。やなかなかやるな。大丈夫？これでクリアだな。ふん、こんなものか。やりましたね。下に都市が見えるわ。
また会ったな。あんたたちもこのワープゾーンを調べに来たのか。異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か。赤髪の少女は両の手に剣を携え、未知の領域へと一歩を踏み出すのであった。ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待ってキリト、気になることがあるの。この辺りには確かレプラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私そんなの聞いたことないな。トレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレプラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから本当は言っちゃダメなんだけど。待てリズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか？キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO は PK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が前面に打ち出されているゲームなんだ。だから同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なので、 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救いバベルの野望を知ることだ。だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんてちょっと違うと思うよ。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの？ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ？レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でも、うん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし。俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意思を無限にはしたくないの。そうか、わかった。リズ、ありがとう。感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。何か出そうって感じだよね。
そりゃダンジョンだ。出るに決まってる。もうお兄ちゃん、そうじゃなくって。ちょっと得体の知れない恐怖感とかありますよね。おいクロ、何ワクワクしてんだよ。ホラー FPS ゲームじゃねえぞ。そういうニコこそまあここ一帯のエリアは超高難易度ダンジョンかもしれないって話だろ。君子危うきに近寄らずが賢明な判断だな。こいつ迂闊に相手をしない方がいいよ。危なくなったら逃げよう。
るものだね。これにする。
面白いじゃないか。でもこんなところに一人で挑むなんてかなり腕の立つ方なのでしょう。ああ、あいつはもともとソロで活動していたプレイヤーなんだ。なるほどな。ますます会うのが楽しみになってきたな。レインの名をかけて頂上決戦だぜ。いやだから2個はもう2個でいいだろう。うっせえな、今のは気合を入れただけだろ。二人は本当に仲良しなんだね。イエス。そして毎度その二人を見て各所から冷たい視線が走る。先輩
チーム、なんでそんな目で僕を見下ろしてるんですか。タクミよ、お前の言いたいことはわかるぜ。ようやく僕にも同志ができて嬉しいです、クラインさん。心配ない。
が支えるから安心してくれ。秘宝ベルンド・スミスよ。ベルンドって確か北欧神話の伝説の鍛冶職人の名前ですよね。ええ、そうよ。眉唾レベル都市伝説クラスの鍛冶妖精専用アイテム、本当にあったのね。俺には飲むタイプのポーションにしか見えないけどな。やっぱ高貴なものにしかこのアイテムの輝かしいまでの希少性ってやつはわからないのよね。何を？まあ手に入ったんだからいいじゃないか。でも少し変だと思わないか？え？何が？レプラコーンに伝わる秘宝がこんなに簡単に手に入っていいのかってことさ。確かにな。ボスは強かったが、秘宝級のアイテムが隠された高難易度ダンジョンなら、あのボス級のモンスターが無数に徘徊していてもおかしくはない。なるほど。それこそ足を踏み入れた瞬間に全滅するくらいの難易度になっているかも。リズさんが予想してたように侵食のせいで設計バランスが崩れちゃったとか。しもべ、半分正解です。メタトロン、半分って？この世界へと流入した凶悪な存在、そのものがここを通った形跡があります。本来ここで妖精たちを迎え撃つはずだった強力なビーイングたちは、そのものによって駆逐されたと考えていいでしょう。駆逐されただと？そいつが片っ端からこのダンジョンのモブを倒しちゃったから、結果的に難易度のバランスがおかしくなったってこと？おいおい、何なんだよそいつは。よ、暴虐の限りを尽くす破壊者ってとこが嫌な予感。僕も感じる。強い敵を前にしてるのに
全然ワクワクできないって感じ。それよりも先に行きましょうよ。レインがいるなら少し心配よ。レインはそいつに襲われちまってるんじゃねえだろうな。それはないでしょう。凶悪な存在の奇跡こそあれ、今はここにはいないようです。ケイ、でも油断はできない。心配してても仕方ないよ。私たちは進むしかないんだから。行こう、みんな。ああ、と、新しいワープゾーンが出現してるな。本当だ。今度はどこに繋がってるんだろう。翼を持つ者、まさかこんな場所で会うなんてね。レイン！ああ、みんな、やっと会えた。よかったよ。レインちゃんも無事でよかった。ああ、これで全員と合流できたな。レインさん、この人とこんな場所で何やってるんですか？どう見てもダンジョンの中でお茶してるようにしか見えねえな。実はこのダンジョンのボスに一人で挑んだんだけど、負けそうになっちゃって、このプリキライターさんに助けてもらったんです。こんな場所だが一息つくのも悪くないかと思ってね、お茶をご馳走していたんだ。まさかあなたが来ていたとはな。こちらも驚いたよ。神聖ネガビのメンバーに赤の王とその従者レパードじゃないか。レイン、あんたやっぱり秘宝を取りに来たの？うん、この異常事態できっとキリト君たちはダイブし続けるって思ったから、私にできることってなんだろうって考えて。レイン、頑張ったわね。あんたの決心があったから、あのアイテムも手に入れることができたんだわ。手に入れ、そうなんだ。ありがとう、みんな。それはこっちのセリフだよ、レイン。ちレイン、頂上決戦をするつもりだったのに、あの潮らしさを前にしちゃバトル挑めねえじゃねえか。ニコもレインの可愛らしさを見習った方がいい。そうだね。んだと？春行き、てめえ今同意したろ。え、あれ、思わず心の声が出ちゃった。もっとマシな弁解はねえのかてめえ。相変わらず騒がしいわね。あの、ブリキライターさん。なんだい？君はシアンパイルだね。どうしてこの姿で僕たちがネガネビラスのメンバーだと分かったんですか？そうだね。それは私が君たちのテイムするビームさんと別の意味でハイエストレベルを知るものだからと答えておこうかな。それはどういう意味でしょう？ブリキライター、我々のこの姿は別に気にしないさ。私はただブレインバーストの探求を続けるうちにここにたどり着いただけ。現実世界の君たちの姿を詮索する気もないし、他に喋ることにも意味を感じない。
そうか、そう言ってくれると助かる。あなたも共に来るか。いや、やめておこう。ただこの世界にはもう少しとどまるつもりだ。また会うこともあるかもしれないな。そうか、ではまたの機会にな。あのブリキさん、ありがとうございました。うん、君も達者でな。ブーンを祈る。てるかい？また新しいワープゾーンが出現してたぞ。ざっと見て全部で6箇所だ。ワープの行き先？まだ全部は見てないが、一つは北のオアシスのある島につながる経路じゃないかと俺は踏んでる。あそこには障壁があって空から行けないからな。おっと、行くなら気をつけろよ。あそこには雷を扱う女アバターがいるんだ。だいぶ前だが、アバター同士の大激戦があってな。相手は水を扱うやつと、そうだな、ちょうどあんたたちと一緒にいるような青い兄ちゃんと緑のお嬢ちゃんだった。激闘の末、彼らはどこへ姿を消したのか。ロマンだ。ロマンを感じる。ねえねえ、今の人が言ってた雷の女アバターってさ、あの人のことかな。チューリー、心当たりがあるのか。うん、パープルソーンっていう七王の一人が雷を扱うんだよ。じいちゃん、キリトさんには敬語を使いなよ。僕たちは中学生だけど、キリトさんたちは高校生なんだから。春だってそうしてるだろ。別にいいじゃん、仮想世界なんだし。俺たちは別に気にしないが。僕もそういうのは気にしないかな。リアルのしがらみから解き放たれるのが VRMMO の良さの一つだよね。そうそう、勇気は話がわかる。そうは言うけどね、ちーちゃん、仮想世界とはいえ先輩後輩の関係性は重要だよ。じいちゃんは特に戦闘面はもっと強化した方がいいでしょ。せっかくこれだけ強い仲間が揃ってるわけだし、この機会に。もうたっくん、たっくんは確かに私の親だけど、だからって口うるさく言い過ぎだよ。え、僕はじいちゃんのために。まあまあ、チューリー、たくむ、誰かのため。僕たち後輩バーストリンカーのこと一番考えてくれてたのってアキラさんですよね。そうだな、アキラはレジェンド級エネミー青龍の無限 EK による封印に陥って以降、通常フィールドでずっと用心棒として低レベルのバーストリンカーたちの育成に一役買ってくれていた。アキラ、まだ見つかっていない最後の一人、アクアカレントのことだよな。はい、なのです。先ほどの話から推測するに、アキネーが関わってる可能性が高いのです。アクアさん、アキラさん、タク、
誰だっけその人。え、タクム君、チユリ君、一体どうしたんだ。二人とも大切な仲間を忘れちゃったの。おいおい、おめえらのレギオンの先輩だろ。あ、これはまさかなのです。アクアさんのメモリリーク。何なんだそれは。なるほど、自分に関する記憶を一時的に消すか。なんだか想像つかないね。アキラさんが理由もなく仲間にあの新技をかけるなんて考えられませんよ。きっと何か理由があるんです。ねえねえ、あの二人、タクムとチユリはどうして席を外させているの。メモリーリークは消すというよりもロックをかけているだけ。無理にロックされた情報を伝えると精神的な負荷をかけることがあるからですよ。なるほど。オール、私の家庭行ってもいい。おう、パド、教えてくれ。アキラはこの ALO にはもういないふりをしたいんだと思う。彼女はこの世界で七王の誰か、おそらくパープルソーンと戦い、そして敗れた。もしくは勝てないと判断し、敗れたふりをした。紫の王がアキラがいないことで安心している隙を狙っていると考える。自分が生きているという事実を完全に消すために一緒にいたチーとタクの記憶をロックした。どう。確かにそれは筋が通っているな。はい、なのです。アキネーがまさに考えそうなのです。なるほどな。じゃあ俺たちも何も知らないふりをしておけばいいんだな。イエス。わかった、じゃあそれを念頭に置きつつオアシスの島を目指そうぜ。